介護は、腰を痛めるって本当？はい、そうです。これは別に介護の仕事だけではないんですが、どの仕事もやはり、それのね、基本的なフォームだったり、姿勢、基本的な姿勢だったりね、気をつけるべき、要素だったり、体づくりとかね、こういろんなものがあるわけなんですね。そのプロフェッショナルの、ね、方々はどういうふうな、ね、ことを、ね、気をつけているのかということをね、少し考えてみたいと思います。教えて介護。ボディメカニクス、キラ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 、魔法って書いてますね。なんかね、このなんか、そういうね、パワーね、力になりますね。これを、介護福祉さんがね、使ってるんですね。この魔法は本当はね、8つも9つもあるんですが、その中で、特によく使う魔法をね、ご紹介してみたいなと思っております。ドンね、はい、ボンボディメカニクス。まずは、指示規定面、テコの原理。そうですね、摩擦の低減。そもそも一つ目のこの指示規定面とは何ぞやって話なんですね。何ぞやって感じですよ。人が気をつけすると、今ね、この足の底面だけで今立っている状態ですね。紙でいうとこの A4 用紙ぐらいのね、隙間で今立っている状態です。人はこの面積なんです。ワンちゃんや猫ちゃんはのね、4つの足で歩く動物たちはこの姿勢です。となると、ここが指示規定面になりますね。わあ、いいですね。ちょうど座布団 1.5 ぐらいありますけども、これぐらいの面積でこう支えられているんですね。するとどうなるかというと、安定するんです。どっしりと安定します。人は A4 サイズぐらいで立っていますので、不安定なんですね。これはもう仕方ないですね。ある時恐竜時代かいつかの時代にね、もう2本足で先輩がね、立とうともう決めた時点からのこの面積なんですね。で、これでは不安定なんです。で、不安定だとどうなるかというと、転倒します。転んじゃいます。で、それを踏ん張るために、こうね、グラグラしてるのを踏ん張るために力を入れると、腰あたり、まあ、人間の重心っていうんですが、ここあたりにすっごい負荷がかかっちゃうんですね。なので、転ばないようにするために踏ん張るのが難しくなってきたら、高齢者の方々はね、こう杖をつきます。じゃあ今足2本と杖ありますけれども、この姿勢での指示規定面をちょっとね、考えてみてください。この三角がね、指示規定面になります。つまり、指示規定面が広くなっているんですね。なので、転びにくいし、腰にもね、負担がかかりにくいっていうね、わけになります。指示規定面が狭いのと、指示規定面が広いのとでは、どれぐらいね、違うかという実験をね、してみたいと思います。では、まず僕が、気をつけをしています、ね、気をつけ A4 用紙ぐらいのね、用紙ところで立っています。で、この状態で、外力、外から力が入ると、ね、僕は踏ん張らないといけませんけれども、踏ん張ってみようと思います。では、クロゴちゃん、今持っている力が10としたら、10のうちの2ぐらいの力でね、僕を押してみてください。ね、どうぞ。今分かりました。僕ここまで踏ん張りましたけど、この時でね、腰にすごい負担がかかっているんですよね、はい、じゃあ4ぐらいでお願いします。もうこうなると、踏ん張ることはできません、ね、指示規定面を広く取ってみます。肩幅ぐらいね、取ってみますね。はい、じゃあ4ぐらいで来てください。カモンカモンカモン。本当やらせじゃないのって思うかもしれませんので、6ぐらいで来てください。カモンカモン。でも、もうちょっと大丈夫、はいね。ということで、
四肢基底面を広く取ると安定しますんで、腰に外力がかかっても外から力がかかっても腰に負担がかからないということに、ね、なるんですね。これは介護したりいろんな作業をする時の、体にかかる負荷をね、上手に四肢基底面を取ることで逃がしてくれる。で、今度は前後に力を加えてみます。僕は黒子ちゃんの後ろから力を入れてみます。じゃあ4ぐらいで、四肢基底面取ってるのにぐらついちゃう。なんででしょう、なんでだろう。それは、横に開いてるからなんですね。なのでこれを前後に開くと後ろからロクでいきますね。もうどっしり。今日のお勉強その1、四肢基底面は横から左右に来る力に対しては広く横に取ります。前後に来る力に対しては前後に取るっていうのがね、基本になります。まあこういったものを介護の動作とかするときにね、介護福祉さんはねこう使ってるんですね。横とか前後とかね、こういうときに四肢基底面を取ることで腰をね守っているわけですね。ちょっとね、寝返りの解除のね、説明をねしてみたいと思います。じゃあこのおばちゃんね、ちょっと横になってもらっていいですか。ベッドに寝てます。つまり摩擦マックスの状態ですね。で、この状態から摩擦を少しずつね、つまり接地面を少しずつ小さくしていきます。では、まず頭はもうこのままですが、肩あたり想像してみてください。肩、腕、手のひら、ずっと接面しています。これを、外していきます。腕をですね、お腹の前にちょっと組んでみてください。そうすることでね、今肩、腕、ね、この面が浮きましたね。つまり今背中の中心だけでね、設置している状態なんです。じゃあ今度、下半身見てみてください。太ももふくらはぎってね、ついています。これを、膝を立てることでですね、膝を立てることで、今腰から、次はもう足の裏だけ、腰から足の裏だけで今ね、設置している状態です。つまり接地面、摩擦を一番極限にね、少なくした状態だと思ってください。そうすると転がりやすくなります。ここで、もう一つはテコの原理をね、使ってみたいと思います。動かしたい、つまり作用点は お体ね、この胴体、ここからここまでです。これがこっち向きたいわけですね。で、支えている支点がお腰あたりと思ってください。そして今せっかく膝立ててもらいましたので、ここをテコのね、この棒の一番力入れる力点のところだとね思ってください。それでは小学校中学校で習った支点力点作用点をちょっとね思い出してみていただいたら、力点が一番遠いところがを持つと軽い力でね、物を動かすことができるというのをね、なんか習ったと思うんですが、一番遠いところに入力しています。力を入れてみます。じゃあ黒子ちゃんがね、どれぐらいのパワーで動くかというのを分かっていただくために、指2本ぐらいで、これぐらいの力でね、ちょっと入力していますね。いきますね。そうすると、ね、ゴロン、もうほとんど浮いちゃってますね。黒子ちゃん体がね、柔らかいんで状態が残っていますが、じゃあ上半身はこっちも指2本でね、指2本2本ぐらい大変化を、ね、してみようと思います、ね、これだけでね、寝返りが打てるんですね。なので、介護福祉士さんはいろんなね、そういった力学であったりとか、ね、先ほどで言うとちょっとね、四肢基底面なんかもですけれども、そういったいろんなことをね、考えながらね、介護してるんですね。はい、ありがとうございました。